はいどうも、松脇です。やってまいりました、イカロスベータ4。まあ砂漠の予定だったんですけど、それが変更されて墜落した衛星からブツを探し出すっていうミッションモードになってます。で、今回はマルチプレイに重点を置いた動画になってますんで、かなり砕けた喋り方になってますけど、最後までぜひご覧ください。どうぞ。はい、じゃあやっていきますか。フレンドがね、今ポッドに乗って降りてきたんで、これですね、このポッドに乗ってね、上からプシャーっとやってきたんで、で今回のミッションはクラッシュしたサテライトが3箇所に落ちてて、そこのサテライトからバイオウォーヘッドを回収して、自分のポッドに戻すって感じですかね。とりあえず3箇所あって、一番近いのが森にあるんですけど、そこの森のとこ、ここっすね。こっからちょっと行ってみましょうか。よし、いやー、まさかもうできるとはね。嬉しいわこれ。めちゃくちゃ待ってたよ。グダグダしてたからもう腹がやべえ。俺なんか食わねえと。いやー、めっちゃいいやん。やっぱイカロス最高やな。オッケーオッケー、大きい支持円確保しつつ、さあさあさあ、おもしれー。まずはここの水場で食料を取るしかないよね。さあ、鹿さん死んでもらおうか。ウェイ、ヘッショ治ってる。エチビスケも、ウェイ、まあ、弓矢回収。いや、いいね、ヘッショの判定治ってんで。テイクオール。ああ、もう全部バラして。方角的に言ったら、まあイースト、ウエスト、ウエスト、ウエストやからこっちやろ。この左からぐるーって回っていく感じかな。とりあえずじゃあ肉でも焼きますかね。クラフト。オッケー。フレンドが聞き戦なんでね、俺がもう勝手に喋ってるだけなんで。おお、これか。早速開けますか。ほい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 、こじ開けていく。順調やね、この出だしは。かなりいいんじゃないか。てか、こんな近くに洞窟あったんや。侵入。いいね。おお、これはいいね。なんか鉄があった。鉄。またこの音がいいよね。この掘ってる音がいいんだわ。うお、すげえ。よし、とりあえず撤収かな。俺重たいわ。
帰りに獣やって帰りてえな。いた。オッケー。よし。最高すぎるだろこのゲーム。別所戻ってきたの嬉しいな。うえへへ、たまらん。この間ちょっと物足りんかったからね。うえでけえ。あ狙ってたんか。解体頼んだ。じゃあうわやば、めっちゃでかいやん、あの惑星すげえでけえ。いやー綺麗やね。ねっ、危ない危ない危ない。うわ、あっちにも石あるやん。さあ暗すぎて、まあ、何も見え、あっ何やこれ、いきなり何やこれ、いきなり鉄いっぱい出てきたんやけど。いきなり洞窟に入ったんや。全然気づかんかった。ゴールド。オッケー。激アツやんここ。ちょっと待てこれ、激アツやぞ。でかいだって、気づかず入ってしまうぐらい入り口もでかかったってことやろ。M10 サテライト近いんよな。ここにさ拠点作る。フラッシュストームか。ここちゃちゃっと作って取りに帰らんてやばいかもな。おおおお、オッケー。これでほらこっち来れるから、だいぶ形になってきたな。土器サイト取ってくるわ。何これ、えなんか、そっか大変、危ない。 あれ壊れてたナイフが。ああ焦った、それ危ないね。危なかった。間違った、危ない。クマ、ファック、クマ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 、これやべ、下降りる。待って、崖下に降りる。よしよしよし、オッケー。水辺はあります？来てる来てる来てる、ないない水辺なんて、来てる。だって、うわマジか、岩登る。うわやば、死ぬやんこれ。ベッド作ってないね。作ってる俺。え、マジか。ちょっと岩登りたい。うわうわ来るやん、やば。
早くない？早い。よっしゃ、引っ掛けた。オッケー。いいね、いいね。タケチェンした。え、ここにいる。うわー、やべえ。オッケー、やった、やった。危ない、怖かった。あっぶねー、怖えー。いや、引っ掛けんと無理やろ、こいつですね。うおー、すげえ。めっちゃいい感じやん、この家。壁掛け松明どれやん。まずはここの拠点を快適にしたいよね。覚えてる、最初のとこからしたや。大丈夫かな、燃えへんよな、松明。それだけが怖いですよね。うん、これ燃えたら泣く、泣く。サルファーやね。サルファー、オッケー。まあ明るくなんないとちょっとやりにくいやろ。うん、寝る。あ、うん、寝よう。ん？進んでなくない？ゆっくりですね。おかしいね。 You can only sleep near an active campfire。 キャンプファイヤーの近くじゃなかったら無理なんだって。え、そうなの？うん、ってことはこっちに火を、ベッドを置こう、外に。家の中怖いから。うんうん、火をね、中に持ってくの怖いからね。うん、そこの入り口のとこにベッド置くわ。あ、この2階の？2階じゃない、キャンプファイヤーのとこや。ここもう今日中にはあれですね、うん、沖山行きたいですね。その行きたい、うん、マンモスとか間違いない。もう拠点を燃やさないのが一番大事になりますね。そう、燃えてる燃えてる燃えてる。え、なんで？ちょっとやばいやばいやばい。帰る。よし。なんで？ここが？奥が燃えた。急に消したけど。火のあれなの。うん。あ、またまたや、またや。あ、まだ燃えてる。なんでなんでなんで。ちょっと消して。急に燃え出すねん、これ。なんでなん。何が原因だ。なんでなん。勝手に燃え出したんやけど。これが燃え出したん。なんであれ燃えた。え、この壁のやつはさっきもついてましたっけ。ずっとついてた。じゃこれなのかな。いやけど、なぜか勝手に燃えるのは意味わからんくらい、いけてんのに。うん、でも怖いから一応外しといたが。今ちょっと様子見やな。あ、ドアも開いてるし窓も開いてるから風でなんかな。え、あ、燃えてる燃えてる燃えてる燃えてます、燃えてます、燃えてます。やばいっす、体に穴開いてるからスタミナがない。うおー、すげえ。めっちゃいい感じやん、この家。マジか、燃える。どうしようもない、スタミナがなさすぎて火消せん。ファック、あー、燃える燃える燃える。止めてくれー、マジ頼む。やばいやばいやばい。おうつ、やばい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 。これ止めんとマジでスタミナがないわ。ちょっと待って、待って。燃える燃える。やべえ、めっちゃ広がるわ。これスタミナが足りねえ。どうしたらいいんです。ちょっと待ってな、それどころじゃないねん。拠点燃えてんねん。やばいやばいやばい。燃えすぎじゃないですか、毎回燃えてないですか。いや、これめっちゃ燃えんねんって、このゲーム。やばいやばいやばい、マジで。スタミナがないし、スタミナがないから叩けん、これ。これはあかんで。なんとかしないと。崩すわ。
旦ここ分けて、ここさえ止まりゃスタミナがな2ミリぐらいしかないね。俺はいやられてる。反発ずつ叩いて俺止めんと。この1箇所止めたらいけるよ。スタミナこれ回復して2回分、スタミナ2回分叩いて消えるな。それはここで抑えんとやばいぞ、全開するぞ。でもどうやって止まる？何が止まんねん、火叩いてたら。あ、そうなの。ずっと燃えてる。ほら、止まってきたやろ。お、止まってきた。やばい、ここ上がやばい。え、今度は ああ半壊で済んだ。なんとか。とりあえず招待するわ。ボコボコやん、また悲惨やな、これよく燃えるわ。でもこれ日本語ないんですね。うん、日本語、中国語入ってたけどな。ほんまはなんか今回のベータでテストで日本語がなんかバグの文章入ってるけどって使うって言ってたけどね、来てないわ。だけど日本語まあいらんちゃいらんけどな、特に深くストーリーを理解するとかじゃないから。俺的にはバグった日本語見たかったけどね。腹減りとかある感じ？そやで、もちろん水の概念、腹減り、あと酸素と気温。これも適当にぶっ込んでいいんす。うん、とりあえず適当にぶっ込んどって、まだもう整理も何も追いついてない状況やから。予想外のアクシデントでてんやわんやよ。うん、これで、あー、燃えた。あ、やめ、やばい。いや、俺何も持ってない、消すやつ。マジか、作れ。いや、俺まだ作れんすもん。マジでお前それ先に解除しろ。消した、上で消した。お前マジでやめろよ、マジで。お前、いやいや、わざとじゃないですよ。あとこの一番危ないのがこの火ついてるやつの近くに俺が行くパターンね。あー、で気づかずに燃え始めてるっていう。あれになったら終わりよ。でも矢がいる。矢いる。ちょっと待って、矢が、お、12個作れるわ。はい、落ちた。あれ、インベントリーがフルやったから全部落ちたわ、作って。何してたっけ、これか。コンクリートミックス、お、ない、落ち着け。落ち着けよ、お前。やめろよ、俺に引火したらお前とんでもないことになるんやから。収集つかんぞ。シリがなかったか。あ、いや、ちょっとあった。マジか。ここに、こ、お、箱の目も入れとって。お、29しかないです。ナイス、めっちゃあるやん。ナイスナイス、これで電気炉作れるわ。それ作ったらどうなるんですか？それ作ったら銃とか作れるようになる。うん、うん、暗いでしょ、これが。いやー、燃やすね、俺のこと。マジで怖いから。ちょ、もうユージュに早くランタン作って渡さんとな。俺、松明一生使います。やめろよ。マジで、マジで怖いから。多分な、ランタンやったら持ってて、その仲間が引火するとかはないはずやからさ。それだけでもだいぶ事故は減ると思う。ああ、やっと治ってきた。よっしゃ、とりあえずライフル一丁できたわ。おお、ナイス。これもうほんとだ。はい、6発やな。装填できるのは6発だけや。ちょっとガン、へっしょしてみていい？いえいえ。
もうそんなことするんだったら俺にも考えがあります。わかりました。すいませんでした。すいませんでした。それ出さないでください。それから出さないでください。マジで。俺には松明がありますからね。最強の武器やな。なんせ放火は重罪やもんな。今でも。これでももし PVP があったら。おう。マジ松明最強でしょうね。最強やな、ね、もう裸で松明持って突っ込むやろ。あ、ユージよ、え、2階に箱置く。ここのな箱邪魔やから潰そうと思っててさ。これどうやってキャンセルするの？グリグリホイールのグリグリ、ホイールのグリグリ押しみ。あ、なんしやねん。まあ罰で、罰でか X で回収や。これ全員にな銃持たしたいよね。うん、で、まあ、でもあんまりバンバン使えんすね。そうやな、どうしても本当ここぞという時じゃないと。そうもう基本は弓とあと、うん、ボーンの矢、うん、うん、あれぐらいで攻めて、でも本当ここぞの時にもうみんなでやるって感じの。だから今日マンモスあたりやりに行きたいやんか。なあ、え、うん、うんって言いましたよ、うん、ああマジか、全然聞こえへんかった。そうそうそう、12時うんぐらいまでは行きますか。まあ、もうせやんな、うん、1時ぐらいかな、うん、1時ぐらいだったらぐらいにはあの準備整えていきたいよね。そうね、うん、オッケー。じゃあ行けたわ、大丈夫よ。あ、大丈夫でした。うん、あ、ちょっと家の中の火全部消しとこ一応。いや大丈夫でしょ。いやもうさすがに、お前俺もうトラウマやねんって言うじゅ。いやそうかもしれんけど、もうやばいねん。何みんなログアウトしてるとき火事になったらもう大概でしょ、ね、まあな、いやけどさ致命的やないですか。急に根岸が入ってきてさ、その時に、あ、確かに、そう、あのなんか災害規定とかでさ、よしよし、一応切っといたわ、ドアも閉めて、よっしゃ、オッケー、これで安心してね、ログアウト。